どうも、辰巳です。というわけで、皆さん、おにぎりは好きですか？私ね、実は毎日おにぎり、もしくはサンドイッチをファミリーマートで買って食べてるんですよ。つまりはね、おにぎり僕、全部食べたことあるんですよ。ファミリーマートのおにぎり。なんで、僕がそれだけ食べた中から、美味しいと思ったおにぎり、ベスト3をこちらで発表したいと思います。皆さんもよかったら参考にしてください。まず、3位。ちょっと滑舌悪くドラムロールできないんです。こちらチャーシュー煮卵のおにぎりでございます。これね、ちょっとまあ豪華なおにぎりにはなるんですけども、美味しいんですよ。チャーシューと煮卵そのまま入っていて、朝からこれ1個あればもう十分かなって思う食べ応えです。早速食べていきましょう。この中にチャーシュー煮卵が入っているんです。ちょっと開けてみます。どうですか？めっちゃ美味しそうでしょ。これね、美味しいんですよ。本当に本当、これ1個あれば朝はもう完璧。いただきます。うん、いや美味しいですね。このお米がもう醤油の香りでコーティングされていて、煮卵がちょっとね、切ってあって入ってるんですよ。だから食べやすくって、でチャーシューも小さいのが真ん中に入っています。これは結構贅沢だと思います。それで税込み150円なんで、まぁ、ちょっとリッチなおにぎりということで、たまに1個食べてもいいんじゃないでしょうか。美味しいおにぎりベスト3、2位はこちら、明太子マヨネーズ。はい、これは結構皆さん食べたことある方いらっしゃるんじゃないですか。これ美味しいですよね。このね、明太子とあのマヨネーズが混ざってる感じがね、すごいちょうどいいんですよ。ね。で、しかも、お値段が120円。まあ、煮卵飛んだね。120円。お値段が120円ということで、まあ、割とお手軽なおにぎりですね。じゃあ、まあ、早速食べていきましょう。はい。ありがとうございます。あー、頑固。これ中にほんといい感じに明太子マヨネーズが入ってるんですよ。ちょっと割っていきたいと思いますけど、どうですか？結構入ってるでしょ。これおにぎり史上一番具入ってんじゃないですか。まあ具つっても、もう液体ですけどね。これ結構ね、広範囲に具が入っているんで、どこ食べても美味しくいただけるんですよ。どこ食べてもジャンク。それがこの明太子マヨネーズおにぎりでございます。これもう美味しそうでしょ。このほんと明太子マヨネーズ、僕ねほとんど毎日食ってました。もう飽きないんですよね。それぐらい好きで食べてたんですけども、煮卵チャーシューの方が結構まあ豪華なんですけども、僕としてはまあ安さと、あとこれ広範囲に具が広がってるっていうのが僕の中でポイントが高かったんで、煮卵チャーシューより上に来ました。というわけでこちらが2位でございます。はは。僕がおすすめするファミリーマート美味しいおにぎりベスト3第1位は、でるる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 、こちらです。すじこのおにぎりです。これ最近出たんですよね。僕ね、当然おにぎり毎日喋ってるんで新商品とか気づくんですよ。これ割と新しいんですよ、すじこのおにぎりって。で、他のコンビニにもあるんですけども、あのまあ海苔でね全部コーティングされてるおにぎりとかあるんですけども、あれだと僕の中で水分が取られすぎちゃって嫌なんですね。だからこういう海苔がちょっとしっとりしていて、まあ一周ぐらいついてるおにぎりが僕は好きなんです。で、その筋子なんですけども、これねかなり美味しいんですよ。ただまあ一個だけね、まあ中開けていけばわかるんですけども、筋子っていうのは全部卵がくっついていますから、はい、だから一噛みすると全部筋子が取られちゃうっていうハプニングもたまにあるんですね。ちょっと今明太子出ました。というわけで、これは美味しいんですよ。他のコンビニのおにぎり、筋子おにぎりって、食べて筋子がくっついてはいないんですけども、味が物足らないんです。ただこの筋子かなり美味しいと思います。開けていきましょう。はい、じゃあ早速開けていきたいと思います。いや、これ俺がいつも健康に気使ってる青汁じゃねえかよ。さておき、開けていきます。これね、おにぎりあげちゃうと、ここら辺に筋子が固まっていて、全部ね、取れちゃうんですよ。だからまあ、若干の食べにくさはあるんですけども、なので、ここはちょっと半分開けないで、まず、かじってみたいと思います。
うん、うまっ。すいません、ちょっと僕の食べた後ですけど、これ本当美味しいんですよ。ただ本当にこれ筋子って固まってるんで、固まってるから失敗するという一口で具が全部なくなっちゃうんですよ。この食いづらささえなければいいんですけども、筋子ってそういうものなんです。その食いづらさがない別のコンビニおにぎりがあるんですけども、その筋子そんなに美味しくないんです。まあ美味しいんですけどね。だから僕はこのファミリーマートの筋子をちょっと全面的に推していきたいと思います。まあ筋子嫌いな人はもう無理。これはうまい。はい、というわけで食べていきました。めちゃくちゃ美味しかったっすよ、どれもこれも。まあ僕が美味しいと思ったベスト3をね、今回ね持ってきたという形です。ファミリーマートはね、おにぎり結構美味しいんですよ。サンドイッチもね美味しいんですけども、結構入れ替わりが激しい。だからもしかしたらこの動画をアップした時には筋子おにぎりないかもしれないけど、まあ、一応僕が今あるファミリーマートの中で一番美味しいおにぎりベスト3でした。はい、というわけでね、まあ3位が、煮卵で、2位が明太子で、1位が筋子。うん、こうして分かるように私卵が好きです。ご視聴ありがとうございました。面白かったら高評価のボタンを押してください。Twitter、Facebook もやってるので、皆さんよかったら YouTube の方もチャンネル登録お願いします。